どうもチョコミンです。さあ今回も始まりましたチョコミンさんラジオ。チョコミント大好き大学生チョコミンが全国津々浦々にあるチョコミントを紹介する番組です。さあ皆さんだいぶ日が空いてしまいましたが元気でしょうか。今回はですね、また動画が1本 ASMR の動画が挟んじゃったんで1個空いてしまったんですが、チョコミン講座を開講したいと思います。前回の動画では第2回チョコレートについて前編だったんですが、今回はその後編で豆からチョコレートになるまでとチョコレートの歴史について、一緒にお勉強していきたいと思います。それではチョコミンさん講座スタートです。さあまず最初にチョコレートのカカオ豆からチョコレートの製品になるまでを紹介していくんですけれども、まず最初にカカオ豆を砕いて豆を除きます。その際に豆を除いた残りの部分がカカオニブと呼ばれるものになります。でそのカカオニブを数種類混ぜて焙煎しブレンドした後にすりつぶします。ロースターで焙煎してブレンダーで、ブレンド、数種類のカカオニブをブレンドした後にグラインダーというもので大きくすりつぶしていきます。でその後砂糖、ミルク、ココアバターを混ぜて滑らかにし練った後に温度調整で落ち着かせます。これらの材料を混ぜるときはコンテというもので混ぜて、あと温度調整はテンパリングというもので行われます。皆さんもテンパリングご存知でしょうか。テレビなどでねよくパティシエさんがなんか2枚の大きな刃みたいのを持ってパタカタカタカタやってるものなんですけれども、それを機械でやって温度調整で落ち着かせます。その後空気を抜いて冷やして型抜き包装し、ここです、熟成させます。意外ですよね、チョコレートが熟成って思うんですけれども、こちらは品質安定させるためです。長く賞味期限って設定されてるじゃないですか。チョコレートって保存食としてもよく用いられてるんですけども、それは多分この熟成があってこそ成り立つものなのかなと考えております。そして完成されます。ここまでだいぶ私ははしょっていろいろ紹介したんですけれども、めっちゃ手間かかると思いませんでした？結構びっくりしますよね。それでなんかスーパーとかでもチョコレートってたくさん並んでると思うんですけれども、ああいうのもやっぱいろんな企業さんが、工場で手間をかけて作ってるおかげで、私たちは食べられるんだなっていうのが感じられました。で続いてがチョコレートの歴史です。でチョコレートがそもそもカカオが初登場したのがいつなのかっていうと、紀元前1200年から紀元前400年頃のオルテカ文明というものです。でこのオルテカ文明というものですがね、メキシコ湾に誕生していまして、後のテオティカ湾文明、マヤ文明に大きな影響を及ぼします。多分世界史を取ってる方だと、ここら辺の文明の名前はご存知なのかなと思います。でその後、4世紀から9世紀頃のマヤ文明、そして1428年頃から1521年まで続いたアステカ王国のアステカ文明で、カカオを用いられていますが、カカオは神秘的なんですよ。でこのフレーズどっかで聞いたことあると思いませんか？はい、その通り。前回の動画でカカオ豆っていうものが青霧かテオブロマ族カカオっていう分類されまして、このテオブロマっていうのがメキシコのアステカ族の言葉で言う神様の食べ物っていう意味だったんですね。つまり、カカオは神秘的で、お金持ちの人しか使えないからとても高価なものだったんです。そこで、マヤ文明、アステカ文明などでは儀式の捧げ物、薬、お金持ちの飲料や貨幣などとしても使われていたそうです。ではこのカカオないしはチョコレート、いつ日本に来たかと言いますと、マヤ文明、アステカ文明あたりがだんだん廃れてスペインに占領された後、ヨーロッパ、アメリカと渡って、日本では江戸時代長崎に伝来しました。一番最初の文献では1797年の長崎にあります寄合町所持下級下控え帳というもので、寄合町の遊女大和氏が出島のオランダ人からショクラート6つもらったと記載されています。そのショクラートっていうのが今でいうチョコレートに値するものではないかと言われています。またですね、1868年徳川昭武幕末大王日記では15代将軍徳川慶喜の弟で水戸藩主であった徳川昭武がフランスのシルブールのホテルで朝8時ココアを飲んだ後海軍交渉を訪れると書かれていました。これはちょっと面白いですよね。その当時の将軍の弟だった人が、フランスに留学してた時にホテルでココアを飲んでいたと書かれています。でここでちなみに
カカオ豆だけに豆知識なんですけれども、あのカカオをこう食べ物として加工するときに、実際にモグモグって食べる方のチョコとしては作られたのが19世紀以降だったんですよ。だからちょうど、1868年も19世紀なんですけども、この頃からやっと食べるチョコレートが作られていて、それまではずっとここに書かれているココアみたいな感じでドリンク、飲み物としての加工しかされていなかったそうです。で、ここから明治時代で工場生産が始まります。こちらですね、明治の1899年から1918年にかけて、現在の森永、富士屋、芥川製菓、明治などが、だんだんチョコレートを生産し始めるんですけれども、1937年、ちょうど戦時中ですね、カカオ豆などの輸入制限がかかってしまいます。この輸入制限を受けて、各会社では代用品の研究が行われるようになります。代用品としては、チューリップなどの球根や落花生のカスを主原料とし、そこに植物油やバニラを入れて、なんとかチョコレートの代用品というものを作ろうとしたんですが、残念ながら大量生産や一般販売には至らずということになって、幻のチョコレートですね。これちょっとなんか気になりません？チューリップで、お花の球根から作ったチョコって美味しいんですかね。なんか食べてみたいような気はするんですけれども、そこから戦後になりまして、1951年には生産が再開され、1960年のカカオ豆、ココアバターの輸入を自由化したことによって、現在のチョコレートのような隆起が始まったと言われています。今ではこういう風にね、あの色とりどりのいろんな種類のチョコっていうのは、私たちは、スーパーだったりコンビニだったり、またはチョコの専門店だったりと自由にどこでも手に入る、こう一般的な大衆的なお菓子になっていますが、こういうのは全て、今の時代までを作ってくれたこれまでの多くの人々の、努力があってこそなのかなと思います。昔はね、だってそれこそ神様の食べ物って言われてたぐらいですから、それがまあ私たちの一般庶民でも安々手に入るぐらいなので、まああのいろんな人のちょっと汗と涙の結晶なのかなと思います。はい、今回のチョコミンさん講座はこれにて以上です。さあ、今回のチョコミン講座いかがだったでしょうか。チョコレート意外でしたよね。なんか熟成とチョコレートってあんまりこう結びつかないと言いますか、なんかそこが一番意外だったなと思うんですけれども、やっぱり今までのその過程があってから、あったからこそ、私たちはこうチョコミントだったりいろんなチョコレートのお菓子としてチョコっていうものを、買えるように食べられるようになったんですけれども、まあ今でもですね、前回の授業でも言いましたが、カカオ豆というものがそもそも栽培される地域がごく一部で限られていて、そこでカカオ豆をいっぱい取ってくれる方々っていうのがいらっしゃるので、やっぱ私たちがそれに対してできるお礼としては、まあ普通の美味しいお菓子のチョコをね、スーパーで買うのももちろんありなんですけれども、やっぱりたまには目を向けてフェアトレード商品のチョコだったり、そういうものも数多く出ていますので、まあ、たまにはそういうものを買って、もっとより直接的に、カカオを栽培してくださる方に貢献するっていうのは私はありだと思います。以前にもフェアトレードマークのついたチョコっていうのを紹介しているので、ぜひその動画もご覧ください。さあ、今回のチョコミンさんラジオこれにて以上です。私は普段インスタグラムに生息しています。またツイッターもやっているので概要欄から飛んでみてください。今回の講義にあたって参考にしたホームページなどは全てリンクを概要欄の方に貼っております。もっと詳しくチョコについて知りたいという方は、概要欄のリンクから飛んで、ぜひ読んでみてください。以上です。バイバーイ。